まずはマイケル・カルバハルからご紹介しましょう。アメリカ・アリゾナ州フェニックス出身の29歳、88年ソウルオリンピックのライトフライ級で銀メダルを獲得。プロ入り後90年には IBF 世界ジュニアフライ級のタイトルを得、防衛は9回、そして93年にはウンベルト・ゴンザレスに7回 KO 勝ちして WBC も獲得、タイトルを統一しました。96年には王座決定戦に勝ち IBF を奪回しましたが、コロンビアのマウリシオ・パストラーナに判定負けし王座を失っています。通算成績は47戦44勝3敗、44勝のうち29の KO 勝ちがあります。対するスコッティ・オルソンなんですけれども、カナダのエドモント出身の29歳です。ブルドッグの異名を持つ馬力のあるファイター。88年のソウルオリンピックライトフライ級の準々決勝でカルバハルと対戦し判定負けをしています。そしてプロデビュー後92年に全米フライ級タイトルを獲得、94年には IBO のフライ級タイトルを得、3度防衛しています。通算成績は35戦31勝2敗に引き分け、31勝のうち22の KO 勝ちがあります。はい、さあそれでは早速ご覧いただきましょう。この試合は3月22日アメリカテキサス州コーパスクリスティにありますメモリアルコロシアムで行われたものです。 IBA ジュニアフライ級王座決定戦、マイケル・カルバハル対スコッティ・オルソンの一戦です。Your referee for this event from Edinburgh, Texas, David Avalos. デビッド・アワロスがこの試合を裁きます。First in the red corner to my right, wearing the red trunks, white trim, he weighs in at 107 and 3 quarter pounds. His professional record, 31 victories, 2 defeats, 2 draws. He has 22 wins by way of knockout. He hails from Edmonton, Alberta, Canada. Here is Scotty.こちらがカナダのスコッティ・オルソンです。29歳。前 IBF チャンピオンのマイケル・カルバハル、おなじみです、小さな石の拳。さあ浜さん、この一戦、IBA という団体ですが王座決定戦です、はい。前回のカルバハルの出来は決して悪くはなかったんですけどね、それが負けにされたということで精神的なダメージがあるのかどうかちょっと心配ですけどね。はい、さあゴングが鳴りました。どういう戦いになりますか。 IBA ジュニアフライ級王座決定戦です。白のトランクスがおなじみのマイケル・カルバハル、そして赤のトランクス、スコッティ・オルソンです。小泉さん、この両者ですけども、アマチュアとしても対戦したことがあるらしいですね。そうですね、カルバハルの1勝2敗らしいんですね。はい、ただそのカルバハルが1勝なんですか。カルバハルが2勝ですね。あ、2勝ですか。はい、はい、オリンピックのですね、はい、その88年ソウルオリンピックの準々決勝、ベスト8でですね、はい、これカルバハルとオルソンが勝って、カルバハルが5対0で勝ってるんですね。そのベスト16ではですね、はい、このオルソンはですね、躍進選手でやったウェイン・マッカラー、はい、ウェイン・マッカラーにですね、5対0で勝ってるんですね。ああ、そうですか。次のオリンピックでマッカラーはバンタム上げて、そして銀メダル取ってるんですよ。はい、両者ともこのアマチュアを経てここまで来ています。特にマイケル・カルバハル、これまでの戦績素晴らしいものを持っています。これが48戦目です。44勝 29KO 勝ち3敗。ハードパンチャーです。右打ち下ろしは当たっていません。左を伸ばしていきます。カルバハル165センチ、5フィート5インチです。スコッティ・オルソンは152センチ、3センチほどカルバハルが身長では上回っています。
両者を分けます。まあ、カルバハルも強打者なんですけど、このオルソンというのはブルドッグの異名を取るそのパワーファイターですね、まあ、馬力がありますよね。カルバハルも警戒してますよね、はい。まあ、体は小柄なんですけども、オルソンというのはあの IBO という団体ですか、あのフライ級のですね、はい、チャンピオンでもあるわけですね。そうなんです。あのフィリピンのロジャーエスパニョーラに勝ってですね、まあ、94年12月なんですけどね、IBO の世界フライ級タイトルを獲得して、これ3度防衛してるわけです、はい。だからカルバハルがですねフライ級上げてオルソンの IBO タイトルに挑戦する手もあったんですけど、はい、カルバハルはやはりジュニアフライのその試合をその希望したわけですね。そこでそのオルソンの方がウェイトを下げてきたわけです、はい。まあ、IBO のチャンピオンでありながら一つクラスを下げてこのカルバハルとの王座決定戦にやってまいりました、カナダのオルソンです。あとわずかです。第1ラウンド、じりじりっと詰めていきます。白のトランクス、前 IBF のチャンピオンマイケル・カルバハル、ここでゴングです。第1ラウンド終えました。まずポイントから伺いたいと思います。まずそのこのラウンドはですね、まあ、カルバハルにつけたいと思いますね。そうです。まず採点基準なんですけれど、はい、まず有効なクリーンヒット、これが第一ですね、はい。その次に構成、まあ、前出てパンチを出して攻める、そしてその次が防御技術、そして最後にですね、まあ、リングジェネラルシップって言うんですけど、まあ、どちらがペースを取ってるか、はい、ペースポイントですね。それでそのできるだけ10対10でなく10対9、僅差のラウンドもその10対9振り分けるっていうのが世界的傾向ですね、はい。まあ、浜田さん、はい、日本でもタイトルマッチは数多くやっていますけれども、はい、その日本的に10対10を多く取り入れていくとちょっとやっぱり最終的にポイント変わりますよね。そうですね、そういった面で随分採点の差が開くようになってますよね、そういうところはやっぱり、エキサイトマッチで相当、説明してもまだ難しいところあるんじゃないですかね。まあ、多くのお客さんがこの採点法を、ね、頭に入れてみれば大体こう変なブーイングも起こらなくなってくるかなという気もするんですけどもね。昔からの日本式の採点が根強いところがまだありますからね。特に世界タイトルマッチですよ ね、まだありますね。世界的な傾向はどちらかに振り分けています。さあ第2ラウンドです。タッキング低く腰を落としました。さあ、あと右クロス思いっきり入ってきました。オルソンです。まだ浜田さん、はい、カルバハルはこうかなり落ち着いた。あ、今すごい感じですけど、どっちかというと、ゆっくりしたスタート、まあ、いつも大体そういったスタートですけど、まあ、精神的なショックというのはあんまり感じないですね。あ、そうですか、はい。あと打ち合いになった時にカルバハル本来のパンチが生きるかどうかでしょうね。頭をつけながら左を出し右を出し、カルバハルも出します。まあ、カルバハルはですねショートレンジの打ち合い結構好きなんですね、得意なんですよ、特に左フックは必殺のパンチなんですけど、この試合に関してはロングレンジ距離を取った戦い方をしてますね、はい。だからこの前のマウリツィオパストラーナの試合、これまあ反省もしてるんでしょうね。2対1という判定でスプリットデシジョン敗れています。ただ途中ですねアワヤダウンっていう、おお、そうピンチのシーンもありましたね。1月のトーマス&マックセンターでの試合です。カルバハル、その試合でタイトルを失ってしまいました。ですから2ヶ月ぶりの試合ということになります。カルバハル、しかし浜さん、はい、最近すごいペースでほとんど2ヶ月おきにやってるんですよね。そうですね、まあ、タイトルは取られましたけども、そういった面ではタフな選手ですよね。そうですね、まあ、前回一発前半に大きいのを空輸は しましたけど、ええ、数を打たれているんじゃないんで、やっぱりこのペースでできると思いますよ。そうでしょうね。カルバハルの左フックですね、はい、当たり始めましたね。まだ振り切ってはないんですけど、そのタイミング合わせ、距離のですねアジャストメントって言いますかね、それはその合い始めてきてますね。左を出しました。いや、攻め込んできました。ボディを2つ叩きました。
カナダのスコッティ・オルソン。カルバハルの試合ペースなんですけれども、95年、96年というのは6試合ずつやっています。とにかくもうハイペースです。まあ、6試合、日本で言えば、まあ、4回戦選手がやるペースですね。ですから、まあ、単純計算できっちり2ヶ月おきにやってるということになるんですね。おっと、左は空振り。ここでゴングです。第2ラウンドを終えました。まあ、このラウンドもオルソンはプレッシャーはかけてるんですけれども、有効なクリーンヒットはカルバハルの方が上ですね。そうですか。ジャブもよく当ててましたし、はい、左フックもよく当ててますね。この中止セコンドしてるのはですね、笠井雄一選手と戦ったジェロム・コフィですね。そうですね。そしてあのカットマンが西野ミエル選手さんで、いや、私が懐かしいのはですね、このジェロン・コーヒー、その加瀬選手とやるときにですね、マネージャー来てたんですけど、バンデージ巻けなかったんですね。それで私がですね、バンデージ巻いたんですね。それで、そのアメリカの選手だし結構うるさいんで、前の日ホテルで一度その巻いてやったんですね。はい、あ、ものすごくいいって言って、このバンデージにしてほしいって言って、それでなんか2回巻いたんですよね、試合の時の。あ、そうですか。はい、思い出の人ですね。笠井選手は、まあ、ワンサイドで勝ちましたけどね。現役時代ジェロームインスタントコーヒーって言ってませんでしたっけ。そうなんです。ニックネームがインスタントかなんかですね。はい、まあ謝礼なんでしょうけど。第3ラウンドです。IBA ジュニアフライ級王座決定戦です。おお、足を滑らせた。ストップはかけません。コーナー、赤コーナーの方でキャンバス濡れてるんですよね。まあ、大事には至りませんでした。赤のトランクス、スコッティ・オルソン。ちょっとざわついています、場内。テキサス州のコーパスクリスティで行われていますが、ここはエキサイトマッチで紹介するのは初めてかもしれませんね。そうですね。ただテキサスはですね、アマチュアボクシングの盛んですしね。はい、そうですね。あと右、はい、メキシカン系、まあ、メキシコ系アメリカ人も多いですから、ボクシングは人気あるんですね。はい、体を使って押していきます。この辺りは、まあ、ウエイトを揃えたものの一つ上の階級から降りてきています。スコッティ・オルソン、小柄なものの他者にがっちりしています。おっと、右、左、左を返しました。これもガードしています。ちょっとカラバハルが押されてます。押されてますね。左打ちきます。左、ブイドブロー、左、思いっきり相手のパンチはかいくぐります。オルソン、ボディボー。1階級、まあ、落として減量があって、体力落ちる選手もいますけどね、このオルソンの場合やっぱり、体力ありますね。そうですね、はい、両者ウエイトは一緒です。107パウンド4分の3、キログラムで言いますと 48.9 といったところでしょう。厳密に言いますとですね、48.9 が、まあ、108ポンドですからね。48.87 はい、だからもうそれより約 100g アンダーですね。わずかにですね、はい、失礼いたしました。これのところしっかり言っとかないと、結構お手紙いただきますんで。そうですね。右を出します。左を返しました。ボディに入った。スコッティ・オールソン、今言おうとしたんですが、カルバハルが手を出し始めました。パンチ溜めてるんですよね。だから無駄な、まあ、無駄というか、数多くはカルバハル打たないですよね。はいはい、一発一発しっかり打つんで、パンチを溜めて、まあ、軽いパンチというのは出さないんで、今攻め込まれてる感じに見えますからね。パンチ板がやっぱりカルバハル生きてますね。あ、そうですか。はい、はい、今アッパー、ゴングの前です。ゴングの前、今アッパーショートを持っていきました。ここでゴングです。第3ラウンド終了しました。あ、次の試合に出てきます。メイベンター、アズマーネルソンです。相手はおなじみヘナロ・エルナンデス。注目の一戦がこの後控えています。ドレッシングルームです。まあ、1年に2度ぐらいしかキャリアを見ていますとしないんですけれども、特にアメリカには年に一度やってくるという格好です。アズマーネルソン、
まあ、先ほどのラウンドは私はオルソンにつけたいと思いますね。あ、オルソンですか。はい、どの辺を取りました。ラウンドを3つ、1分ずつに分けますとですね、最初の2本はプレッシャーかけてですね、結構構成取ってましたね、はい、最後の分カーブハルいいパンチ当て出したんですけど、最後にいい右アッパーで締めくくりましたね、はい、だから3分通じた相手与えた有効なクリーンヒットというのはですね、はい、オルソンの方が上だったと思います。そうですか、はい、浜田さんどう見ました。私もオルソンのラウンドです。はい、二方が一致しました。オルソンです。今あの英語の表記が出ていましたけれども、この IBA はジュニアフライとは言わずにライトフライというようですね。そうですね、まあ、各団体によって若干の相違があります、まあ、ただ日本のボクシング界といいますかね、まあまあ、マスコミジャーナリズムはですね、はい、一つのクラスでそのスーパーバンタムというもう一つのクラスでジュニアフェザーというと混乱があるので、一応ジュニアフェザーとかですね、ジュニアフライとか、はい、そういうことに統一してるんですね。さあスコット、おっと右から左、わあ随分パワーがあります。カルバハル押されてます。ショートの左フック返しました。右ラッパー当てたいところ、ブロックしながらもうですね、パンチあるなと感じてるはずですよ。本当にそうですね。あ、この辺りパワー感じさせます。馬力があります。あ、さすがブルドッグという意味を、ね、まあ、感じさせますね。いいニックネームですね、体全体のパワーを感じます。まあやっぱりフライ級でカルバハルがやりたくなかったのも分かりますね。確かにこれだけフライ級になるともっとその突進力あるでしょうからね、はい、一方オルソンにしてもこのカルバハルには知名度はありますからね、やってくる価値があるわけです。まあ何度も両者の対決はですね、計画されたり噂されたりしたんですけども、やっとこういう形で実現するんですね。アマチュアでは先ほども言いましたカルバハルが勝ち越しています。特にオリンピックでの勝利が大きい。ソウルで2人は対戦しています。まあカルバハルはですね、最後にですねブルガリアですね、フリストフに、まあ、5対0の判定で敗れて、まあ、攻めてたんですけどね、あの銀メダルに終わったんですけどね。これもブロックの上です。もうプロ向きだったんでしょうね。プロになって伸びましたよね。そうでしょうね。パンチがありますよね。コーナーに入っています。口元からシューという音がこぼれてきます。攻め込んでいるスコッティ・オルソン、ともに、まあ、同じオリンピックを経験したこともあります。29歳です。日本でも軽いクラスでですね、中田美紀夫選手とかですね、はい、垂水茂雄選手、まあ軽いクラスですけど強振型だったですね。パンチありましたね。ちょっとカルバハル型のボクシングしましたんですけど、ところがやはり軽いクラスはですね、スピードとタイミングとフットワーク、はい、そういったこちょこちょっと手を出すタイプの方がやはりそういうパワー型の選手に破ってその主流になってきてたんですよね。今のラウンドはもうもちろんオルソンですね。はい、カルバハルちょっと押されてますね。そうですか。3、4と押しています。オルソンです。第5ラウンド髪の毛を剃り上げていますスコッティ・オルソン。ホワイト白のトランクスがカルバハル、レッド赤のトランクスがスコッティ・オルソンです。ご覧のような色分けです。まあ IBF 王者だったカルバハル、マイナー団体のタイトル、とにかくワンステップ、王座返り咲きの足がかりは欲しいという感じでしょう。このタイトルを取りに来ましたマイケル・カルバハル、王座決定戦です。歓声が湧き上がっています。会場に当たってはいませんが、おーっとインサイドから右のストレートを打ってきました。入れ替わってしまいました。一瞬構成見せたんですがカルバハル、オルソンが構成を膨れ返しています。攻め込んできます。デビッド・アバロスというレフリーです。左に持ってきます。ダブルもう一発つきます。このボディ、オルソンどん
どん前に押してますけど、やっぱりあの一発のパンチの効かし方なんかカルバーロやっぱりいいもの持ってますね。左は空振り、今違う頭以外のところに当たっています。パンチの質っていうのが違いますね、うん、どう違いますか。例えるならカルバーロの方がですね、当て際でそのスピードがありますから、切れる感じがしますね、はいはい、オルソンもパンチあるんですけど重いパンチですね。もうすく投げしたらダメですね、いけないよというレフリーの表情です。あのダニエル・サラゴサがですね、タツヨ選手ラストラウンドやりましたけど、ね、ありましたね、まあ、ああいうのは良くないですよね。今カルバールがやったのはもう本当にしつこかったからやったんですね、うん、今ね、嫌がってるんですね、だいぶね、そういうことです。今ストレートを打ってきました。本当にこうパワーを感じにします。タフです。右は空振り、しかし体を預けていきます。ただこのラウンドはカルバールがですね、結構ジャブで突き放して、はい、右の、まあ、ロングフックって言いますかね、それを脇腹へうまく打ってますね、はい。骨髪のあたりにかかっています。右打ち下ろしました。カルバハル、いつでも倒せる強打を持っています。ボディ2つ、おっとこれはダウンではないようです。蓋をしたような感じになりました。いやだけど今のはダウンにとって取れない。微妙な、ね、そのただ足元がちょっと見えませんでしたからね。だからレフリーとしてはですね、あれスリップにしたんですけどね、上半身だけ見てるとですね、パンチが効いてダウンしたみたいに見えましたね。浜さんどう見ました。まあ、今ちょっと難しいところでしょうね。あのオルソンの方が押すことで一生懸命だったっていうところですね。それで精一杯なんで、その後余裕がなかったと。左いいボディプロ入りました、はい。グラウンド目はですね、有効なクリーンヒットでですね、カルバハルの方が上だったんですね。そうですか、はい、カルバハルのポイントにつけます。第6ラウンドがスタートしています。でご覧のはカルバールの、いいボディブローが入りましたから、ボディブローを効いてきましたよね。ああそうですか、はい、IBA ジュニアフェザー、フライ級のタイトルマッチです。いや王座決定戦です。勝った方がチャンピオンです。スコッティ・オルソンというのはですね、ウェイトがきついことでかなり知られてるんですね、だからここまで下げさせたということでですね、ボディ攻めて弱らせてやろう、そういう作戦もあるんだと思いますね。まあ浜田さん、この上のクラスでウエイトがきつかった選手が下がってきたというのはだいぶ苦労して下げたでしょうね。あ、そうですね、あの重量級での 2-3kg とまた違いますから、ね、軽量級での 2-3kg 全然違いますからね、しかもあの軽い方ですからね、フライ級ですからね。それでもう絞り切った後の落ちないあたりからの 200g、300g と全然違うんですからね、そういった面でやっぱスタミナ面でもちょっと心配なところもあるんじゃないですかね。この立てます、はい、オルソンは2敗してるんですね。これはですね、あのメキシコのですね、あのホセルス・セペタですね、はい、まあ、ピチッとシットバンプラちゃんとも、激闘を演じたメキシコの大会ですけど、それとですね、ホルゲ・ローマ、あの渡辺二郎選手と戦ってヒルベルト・ローマの弟ですね、はい、この2人に、ま、負けてるだけなんですけど、共に判定なんだよね。あ、そうですか。ノックアウトされたことはありませんからね、カーバハがこのタフなオルソンをですね、ノックアウトできるかどうかっていうのが、ね、一つの注目の的ですね。まあ、オルソンは左を伸ばしていきます。ボディブローかなり集中的に打っていきます。カルバハル、いいコンビネーションをします。ショートレンジのコースレンジの打ち合いです。あ、しかし一発一発やっぱりカルバハルはパンチがあるんでしょうか。まあ、今ロープ際でいいパンチ、オルソン打ちましたけど、はい、このラウンドはカルバハルのパンチに突き放されてますね。だいぶ一発一発かなり力込めて打つようになってきましたね。そうですね、パンチがだん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 一番あの効く距離で打ってきました ね、カルバハルが。徐々に射程捉え始めているんでしょうか。それで接近するとカルバハルのボディブローがあるんで、はい、くっつきにくくなってきたんですね。なるほど、最初の試合は随分簡単にくっついていたんですが、ボディブローを打たれまして
ちょっと距離が難しくなってきました。オーソン、また右から肩押しです。カルバハルのパンチも目立ちましたが、このラウンドはさあ結局ポイントを与えるとすると、小泉さん、どちらに与えますか？いや、私はカルバハルのポイントにしますけれど、オルソンもいいパンチ打ってましたね。ショートレンジでですね、ムナッパのダブル、タイソンバリのパンチありましたね。ところがですね、カルバハルがやはりいいジャブ出してますね。もうあのジャブにもですね、威力があってですね、相手にダメージ与えてると思いますね。だから私はまああえてそのカルバハルの振り分けですね。浜田さんはどちらですか？私もカルバハルのラウンドです。あ、そうですか、はい。まあ、あのオルソンの固めたいいコンビネーションありましたけれども、あの辺を加味してもやっぱりカルバハルの振りでした。そうですね、全体的にはですね、カルバハルのパンチにやや吹っ飛ばされそうになったラウンドですよね。第7ラウンドが始まりました。前 IBF のチャンピオンカルバハル。まあ、カルバハルというのは小さな石の拳っていうんですね、ニックネーム。マニタス・デ・ピエドラ、ピエドラというのはスペイン語でまあ石ですよね、はい。マノというのは手ですけど、そのマニタスというのは小さな手という意味なんですよね、はい。まあ、ロベルト・デュラン そのマノス・デ・ピエドラから来てるんですけど、はい。まあ、そのパンチがあってですね、元来自分の方から倒しに行く選手なんですけど、この試合に関してはきちんと距離取ってアウトボクシングしてますよね。おっと、お腹をボディを打っていきます。今度顔面か、空いたところまたボディを打っていきます。いい攻撃を見せます。スコッティ・オルソン防御に入っています。カルバハル防御に入ってますけど、パンチ溜めてますよ。あ、そうですか、はい。おっと、ボディ空いたところの狙っていきます。ボディまた今度は右を出します。最後のボディはそのストマック、あのガードの真ん中打ちましたが、ちょっと効きましたね。よく肩をつけながら近づいていきます。ショートレンジも至近距離です。オルソンが入っていきます。オルソンもカルバハルを取り締めています。カルバハルは確かにいい選手なんですけどね、防御面でですね、グローブをその上下させるそのブロッキングが甘いんですよね。顎はカバーしてるんですけど、結構テンプル、こめかみ打たれるんですよ。オルソンはですね、例えば左アッパーボディ持っていってから右フックをこめかみ持っていって、もう一回左フックこめかみ返すみたいな、そういうボクシングをするとですね、テンプルでダメージ与えることはできると思いますけどね。コーナー、あるいはロープ際のシーンが多くなってきています、この試合。第7ラウンド、まだ45秒あります。カルバハル左に切りましたね。ああ、そうですね、パンチでしょうか。頭も当たったかもしれませんね。かなり至近距離での打ち合いやってますからね、こう頭を持ってきますから。オルソンチェックするんでしょうか。ちょっと見ただけですね。このラウンドオルソンが結構攻めてますね、出血もありますけどね。右カウンターになりましたが、最後まずちょっと引きます。ちょっと左アッパーのボディが低いですけどね、はい。唇が鳴らされています。ブーイングも聞くことができます。コーパスクリスティで行われていますこの試合、第7ラウンドが終了しました。これが開いた、ちょっと見えなくなってしまいました傷口ですけれども。さあ、第7ラウンドはどうでしょう。オルソンもいいところがあったようですけど ね私はオルソン その構成ですね、アグレッシブネス取りたいと思います。浜さん、どうですか。私もオルソンのラウンドです。そうですか、はい。ジェロン・コーフィーも絶写入りでアドバイスを送ってます。さあ、第8ラウンドです。カルバハルはタイトルを失ってからこれが2ヶ月後の試合です。まあ、トーマス&マックセンターで、あのデラホーヤ対ミゲルアンヘル・ゴンサレスのアンダーカードとして行われた試合でマウルシオ・パスラーダに明け渡してしまいました。カルバハル、まあ、地元アメリカでやってですね、試合っていうのは私の採点はカルバハルの勝ちだったんですけどね、まあ、相手はコロンビア人だったんですけどね、パスラーダ。なんか、まあ、あの通信社の AP なんかもですね、その
カバハルの1ポイント差ぐらいにしてたと思うんですけどね。ただ一度ですね、足に来てですね、あわやノックダウン寸前ってああいうシーンがありましたんでですね、あとそれがまた前半だったんですから、ジャッジの人たちがですね、あパストラーのパンチがあるっていう風な印象を持って、後のラウンドのスコアがですね、それ影響された感じがありますね、はい、まあ東洋の選手アメリカであまり戦いませんけれど、それ一つの大事なことなんですね。前半でこいつは強いとかですね、こいつパンチある、そのジャッジたちに印象付けるとですね、あと同じ攻撃しててもポイントきますよね。詰めていきます。今度カルバハルが詰めていきます。左に返しました。左当たっていません。しかしワンツーを持ってきます。また左カルバハル、アウトボクシングでしょうか。オルソン、接近するとボディブロー飛んでくるんで、なかなかくっつけなくなってるんですよね。このラウンドもう全然入れませんね。やっぱボディブローが効いてきてるんですよね。おっとバチンと、いいリードブローです。カウンタージャブですね。分かりました。これで切ったのかもしれません。どうも頭を持っていくシーンが多くなっています。スコッティ・オールソン、ブーイングです。これは何に対するブーイングでしょうか。いやだからもっとそのチェっていうことですね。カルバハルらしくないぞということなんでしょうか。そうなんですよ。まあ、カルバハルっていうのは倒し屋なんですけど、この試合に関してはですね、結構距離を取ってアウトファイトしてますよね、だからそのもっといつもの倒し屋ぶりを見せてくれるっていう、そういうアピールなんでしょうね。おっと左、まあ、確かに以前のカルバハルは浜さんすごいパンチ力を、ね、見せて勝ってましたからね。まあ、まだパン、まあ、元々パンチの数多い選手じゃないんですけどね、パンチ溜めてる状態が続いてるところがありますよね。このラウンドいいカウンタージャブを打ってますよ。はい、まあ、ジャブ自身がですね、あれだけ出てくるところにスポンと当たるとですね、本当にショートの右ストレートぐらいの威力あるんですよね。日本の選手あんまり使いませんけど、あれはですね本当に威力あるんですよ、はい、軽い脳震盪を起こしますから、あれを数使うとですね、ポイントとしては私はカルバハルのポイントにします。そうですか、はい、ラウンドは9ラウンドまで来ました。第9ラウンドです。 IBA ライトフライ、ジュニアフライ級の王座決定戦です。カルバハルとオルソン、また入っていきます。決定してこのスタイルです。スコッティ・オルソン、まあ、右のパンチを、まあ、利き腕のパンチ出すときにナックルを返す、まあ、実際に肘を返すんですけれど、はい、その縦に構えている拳を横にするんですよね、はい、この時にひねり込み の、 そのねじり込みの効果があるわけです。まあ、フォロースルーなんですけど、ね、まあ、ゴルフや野球でもそうなんですけどね、とかそのジャブでもそのフォロースルー、拳ひねって出すこと、お尻のトレーナー、はい、構えたまままっすぐ出す、それ両方のトレーナーいるんですよね。で効果があるんですよ。その各々です。ひねり込むのは強いジャブになるんですよ。そしてまっすぐ出すパンチは軽くて速いジャブ出せるんですよね。いっ、カルバハル体ごとかかっていきそうな、こんな感じの右でした。でちなみにアメリカのトレーナーたちは、ジャブも左もひねり込みで打たせるトレーナーが多いですね。ああそうですか。さあまた左を当てます。まだこの第9ラウンドは半ばでたっぷり時間があります。ちょっとまた出血が始まったかもしれません。カルバハル、左を伸ばします。また追いかけるスコッティ・オルソン、カルバハルはうまく上手を打ち分けてますよね、はい、左を当てました。
カルバーグさばきます。まあ、ブルドッグ猛牛が突進してくるような感じなんですけれども、うまく足を使いながらおっと左ボディーブローです。さばきます。ボディーブローを中盤から盛んに嫌がってますよ ね。ちょっとまた低いっていうのを注意されたようです。まあ、また今少しカラッと出血が入り口が開いたんでしょう。カラバーグ30秒切りました。第9ラウンド随分ボディにパンチをもらっています。スコッツ・ヨルソンこれはブロックしています。カルバハル、アラビ、ただオルソンも元気がありますね。パルあそこで、あ、効きますよ、効いてますよ、ボディ効いてますよ、前かがみになりましたね、一瞬ね、ボディ効いてますよ、ドスンという感じで入りました。アッパーのカウンターで入ってますからね、一番効くタイミングなんですね。ぐーっと顔が前に出たんですけれども、一瞬第9ラウンド終了しています。今のラウンドは文句ないでしょう。そのカルバハルのですねボディーブローが効果発揮してますね。はい、カルバハルのラウンドです。カットマンで入ったのはダニー・カルバハルお兄さんですね。そうですね、ちょっと顔がよく見えませんけれども、このダニーっていうのは面白いんですよね。相手を結構怖がるんですよ。こんな弱気なトレーナーも珍しいんですよね。まあ、私あの金光前韓国の元オリンピックの金メダリスト、はいはい、まあ、マッチメイキングしてカルバハルとやらせたことありましたけどね、ビデオ送ったら怖がり出してその金光前嫌だとかですね。本人じゃなくて、いや、ダニーの、選手は強気で、もう俺は誰にも負けないって言うんですけど、ね、毎回そのダニーはそうなんだと言うんですけどね。ダニーを出していきます。それで時々あのラウンドの合間ですね、でカルバハルが兄貴をいさめるらしいですね。兄貴をおたおたするなと、そのうろたえるな、俺は大丈夫だって、まあ、それはいいコンビになってるのかもしれませんね。ボディボロあーと、いいコンビネーションを見せます。ボディ効いてますよ。結構入ってますね。はい、ナイスボディ。おっとだ、いいタイミングで入りました。あー、やっぱりボディですね、体交差したところですね。今のあたりですよ、水落ちのあたりですか。まともに入りましたね今。あー、勝負ありです。今のは抜群のタイミング、ね、いいタイミングでした。ノックアウトです。カウントアウトされました。できたところ、あの体を伸ばしきったところのボディーブローカウンターですから、一番効くタイミングですね。ドンピシャという感じです。それまでの、 あのボディーブローも効いてたんですよね。まあ、効いてましたけどね、効いてましたけど、今の一発はさすがのいいタイミングですね。あのただちょっと相手が打ってくるところ、その瞬間にアッパーですから危ないところもあるんですよ。はいはい、よっぽど自身とタイミングつかめなければ相手のほうが打てないですね。右を打ってですね、自分の右脇腹ちょっと空いて伸びたところですね、筋肉そこへ左アッパー、体交差した時に当たりましたよね。はい、1 minute 5 seconds of the 10th round, the winner by knockout and new IBAチャンピオンとなりました。10ラウンド1分5秒ですね。まあ、脇腹叩くでしょ、そして相手、まあ、攻めてきますよね。だから右ストレート、まあ、右フックですか、持っていって、はい、自分の脇腹空いたところに左アッパーが、まあ、物に当たりましたよね。タイミングで入りましたよね。王座を獲得しています。